ございます。おはようございます。どうも、ね、いや今日大勢ですね、今日皆さんが。いや、大勢で、や大丈夫なのかな。松平さん、やる前にさ、今年は年号が変わるってよ。あ、今年ね、だからお笑いの中身とか、ハムニカ演奏も変わった方がいいと思うんだけど、変わらない。今年の抱負をまず最初に述べて、今年の抱負、今年はこんな風にやるよっていうのを述べてからハムニカ演奏やってください。いや、こんな大勢の前で言うのも恥ずかしいんですけど。まあ私、まあ、ハーモニカのね、まあ一応芸人としてな、まあ恥ずかしいけど、まあこれからは、まあハーモニカって言うとやっぱり皆さんと一緒に歌うのが好きなんですけどね、もう皆さんと本当に歌ってそれで、一日楽しい思いをして、それからね、また皆さんにもハーモニカをね、少しね、うちに帰って、これ一つ買えば5、6千で買えますから、それで一応歌を覚えていれば、大体弾きます、ハーモニカ、ね、まあ、音符で覚える人もいますけど、まあ、音符でもね、いいんですけど、本当は、まあ、歌を覚えていれば、大体ね、伸ばすところとかなんか、結構、何回も吹いていれば覚えますから、そういうことで、皆さん、ね。ハムニカを今年からね、皆さんも多めに広げてまいりましょう、ね、そういうことで私本日は、まあ冬も寒いことだし、ね、北国の春という曲をね、吹いていきます。それからね、みかんの花咲こうかっていうのね、もっとあと金のなろうかとね、それを3曲続けてメドレーで吹いていきます。まあ最後まで弾きませんからね、まあ2曲、まあいいとこ2曲までかな。後ろ、ね、はい、はい、
で今度右の前ね。そしてこれをずっとまっすぐにしてからちょっと上に上げる。でなるべく肩から離さないようにずっとやると肩の周りの筋肉がくっついていくから結構肩甲骨のとこがほぐれます。はい。と今度下からこうね、さっき上からだったら今度下からね、だから左右上下左前右前上下、この繰り返しだけ。簡単だわね。どうぞ座ってください。簡単だよね。
シャイン前田と申します。今日皆さんね、初めての方、ほとんどの方が初めてだと思いますので、ちょっと自己紹介をさせていただきます。私ね、この度那須お笑いクラブ社さんに、デビューさせていただくということで、芸名をつけてきました。サンシャイン前田とつけましたが、サンシャインっていうと直訳すると太陽の輝きですね。なんでサンシャインとつけたかと言いますと、もう見ていただけると分かると思うんですが、あ、分からないですか。さっき分かりましたもんね。じゃあなぜサンシャインか、はい、タララ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 ラ、はい、日の出タラララララララということで、はい、太陽の輝きサンシャイン前田でございます。よろしくお願いします。まずはウクレレ漫談ということで、ウクレレ漫談と言いますと、皆さんはどなたを思い浮かべるでしょうか。牧伸二さんですね。ですね、1963年と言いますから、私が7つか8つぐらい、皆さんまだお生まれになってないその時にですね、テレビで毎週日曜日お昼の12時から12時45分まで、何やってたか覚えてる方いらっしゃいませんよね。皆さん若いから大正テレビ嘘ってのやってたんですね。それで大正テレビ嘘って言ってもね、大正時代のテレビ嘘じゃなくて、ファイト一発リポピタンデーの大正製薬が、提供してたテレビ嘘だったんですが、そこで司会をしていたのが牧伸二さんだったんですね。それでああやんなっちゃった、ああ踊りた、一世を風靡しましたよね。で、私はあれがやりたくて、ウクレレを習ってるようなもんなんです。動機が不純なんですけどねそれでは早速ですね、牧伸二さんの、オリジナルの方から、5曲ですね、ああやんなっちゃった、ああ踊りた、やりたいと思います。牧伸二さんの主観ですので、中にはいろいろ問題がありましたけれども、それはご容赦いただきたいと思います。続きまして、私サンシャイン前田が作りました、私のオリジナルのアイアンガチですね。最初にですね、去年、もうちょっと前になるんですが、会社の健康診断に行ってきました。
いろいろ献血、血取ったりね、身体測定したりしたんですが、そんな話題から一つ。背が高い時で、174.5cm あったんです。それなんで175cmだっつってね、みんなには言ってたんですが、この間測りましたら何センチだと思います？172cmなんです。2.5cm、まあ、頭の毛のあれでね、 1cm ぐらいちょっと減ったんですが、それでも 1.5cm 縮んでしまったんですね。もうがっかりしました。はい。それからやっぱりね、今のメタボとか流行ってまして、ダイエットしてる方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、そんな話題から一つ。やってはみたが3日坊主でリバウンド、ああやんなっちゃった、ああ驚いたね。え、本当私もね、何か やったんですがね、一番いいのはね、測るだけダイエットってやつでね、朝と夜と、体重を測って表につけるんですね。そうするとやっぱり増えていくと、あ、なんで増えたのかなっていうと考えて、やっぱり食べ過ぎたとか飲み過ぎたとか、そういうのをやっぱり抑えられるんで、いいかもしれないですね。それでは続きまして、最近のね、お年寄りのちょっと お話を聞いて、考えた歌なんですが、一つ。やっぱりちょっと具合が悪くなるとね、すぐ病院に飛んでちゃいますよね。それからもう一つ、病院の話題で、一つですね、この間ちょっと病院にかかったんですが、その中で感じたことなんですけども、ああやんなっちゃった、驚いた、具合が悪くて病院へ悪いとこないカレーです、ああやんなっちゃった、驚いた。だんだんね、年取ってくるともうカレーで済まされちゃいますからね。もううちでもね、カレー臭い、カレー臭いって言われてもう困っちゃいますけどね。はい。それから、今ね、熟年夫婦というのが結構流行ってますけども、そんな話題で一つ。ああやんなっちゃった、驚いた、熟年夫婦とかけましてインフルエンザと解きました。その心を聞いてみれば、熱は冷めたが咳抜けない、ああやんなっちゃった、驚いた。分かってくれましたね。はい。それからやはりね、中年の方の話題なんですが、一つ。やんなっちゃった、驚いた、確か
賞金をもらったよ。家に帰って渡したら次の日手間から置き手紙、離婚届に判をして、ああ嫌になっちゃった、ああ驚いた。はい、退職金もらった方がいいけどね、次の日から離婚しますなんか言われてね、男はつらいですよね。はい、じゃあそろそろですね、またの機会ということで、させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。